さあこれでブレードの形状を整える作業は終わりです。一応終わり。まだちょっとガタガタしてるので時間があるときにこれさらに磨きますけど、とりあえずはこれで終わりで、この作業は、プロペラの前、プロペラはこう進みますから、だからこっちが前ですよね。こっちが前、こっちが後ろ。前を丸く、そして分厚くし、後ろを薄くする。もともとのこのステンレスの板の厚さは3ミリありましたけども、今この後ろのこのエッジは 0.5 ミリぐらいです。あんまり鋭くして鉛筆が削れるぐらいになっちゃうと危ないので、そこまではしません。ここで留めておきます。 0.5 ミリぐらい、 0.5 ミリぐらいで、そしてこっちは、厚さ3ミリで少し斜面を作って、丸くしました。だいたいこの辺りが一番分厚いです。ここが3ミリ、ここが3ミリの厚さがあって、前は丸くなっていて、後ろは薄くなってます。要するに飛行機の翼のような断面に、しました。このことによってプロペラの性能がどれぐらい上がるかって、それは分かりません。これやってみないと分からない。本当だったらばここで一度海に出てその効果を確かめたいところなんですけど、あいにく今は非常事態宣言で海岸が封鎖されてますから、それができません。本当はこの作業っていうのは初出航の前にやっておきたかったんですけど、時間がなくて間に合いませんでした。だから今やりました。で、その効果を確かめることができないので、次の作業に移りましょう。次の作業っていうのはこういうことです。このプロペラ、ペダルが重すぎるんです。そういうこともありえるなとは思ってました。ですが実際2回海に出てみて、ペダルが重すぎる。当初の計算では、ペダルは2秒に1回転、する予定でした。右左右左、これぐらいのペースで漕ぐのが一番力が入りやすい。だからプロペラの設計はそれに合わせて、ペダルを2秒に1回転回転させると、このスクリューは時速12キロの水流を発生させる。時速12キロの水流をプロペラが発生させれば、ボートは時速8キロぐらいで進むんじゃないか、時速8キロ出てくれれば御の字だっていう考えだったんですね。ところがそれは、その計算は当てずっぽうだったわけですけど、ちょっと違いましたね。ボートの時速8キロに対してプロペラの発生させる水流12キロっていうのは、大きすぎる、速すぎる。プロペラが過剰に働かないといけなくなるので、その分ペダルは重い、とても重い。今ペダルが重すぎて、おそらく4秒に1回転ぐらいしか、漕ぐことができません。右、左、右、左、右、左、こんなペースです。これでは
効率よく、力を入れることができません。もっと早くペダルを漕ごうとしてもペダルが重すぎてそれ以上の速さで漕ぐことができないんです。だからもっとペダルを軽くしたい。ペダルを軽くすればもっと早く漕ぐことができて、スクリューもプロペラも効率よく、水流を発生させることができる、そんなふうに、考えています。時速 12km の水流っていうのは、これは緻密な計算で、設定してあります。ペダルの回転数が2秒に1回転、そして、ギア比が8倍、ベベルギアで4倍、平ギアで2倍、合計8倍に、増速しますから、ペダルの1回転に対して、スクリューは8回転、ところがペダルは2秒に1回転の予定なので、そうすると1秒あたりスクリューは4回転で、1秒あたりスクリューが4回転するってことは、円周の、このプロペラの直径が40センチありますから、円周を求めることができて、その円周の4倍が、このブレードの先端が、移動する速度です、距離です。1秒あたり、円周の4倍で、水流の速度っていうのはブレードの角度のタンジェントで求めることができます。ブレードの角度、これが角度、ブレードの角度のタンジェント、それが速度です。だから、時速 12km から逆算してブレードの角度が何度でなければならないか、これは計算で出す、導き出すことができます。で、今このプロペラは円周部で一番外側で、時速 12km、中心部では時速 8km に抑えてあります。速度が違うのはなぜかというと、中心部のブレードをできるだけ寝かせたかったから。設定では、プロペラが時速 12km の水流を発生させ、ボートが時速 8km で進む。その時プロペラの中心部は、働きもしない代わりに抵抗にもならない、こういう設定なんです。ところがこの時速 12km っていうのは過剰なんじゃないかなと思います。このプロペラは、ブレードが6枚あって、しかも直径が40センチ、とてもトルクのある、プロペラです。そのトルクのあるプロペラで、時速 12km を出そうとすると、これがまず無理。そして時速 12km に対して、ボートの、速度が、8km っていうのは、おそらく低すぎる。このトルクのあるプロペラであれば、例えば時速 10km でもボートは時速 8km ぐらい出そうです。それぐらいに、このプロペラはトルクがある。なので、このプロペラの性能をもっと落としてもいいから、ペダルを軽くしたい、こういうことですね。だから次の課題というのは、ペダルをもっと軽くする、そのためにはどうしたらいいかと、まあこういうことです。非常事態宣言が解除されて海に出られるまでの間に、その課題を、解決します。